頭から触っていきますが、頭からこう神経が出てて、はい、お尻の疲れを腰の疲れとか肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いので、はい、こうしっかり緩めていきますね、はい、お尻はめっちゃ痛いです、ね、めっちゃ痛いんです、頑張ってね、これ知ってる、あこれどこ行ってもここは痛い、おー子宮の裏ぐらい、違う、お尻、お尻、あー、おー、おー、よいしょ、あー、おー、あ、うん、あ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 、痛い、痛い、あ、あ、あ、痛い、痛い、あ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 、ちょっと手で緩めていきますね、はい、ここ、ああ、ああ、硬いですか、ここ、ここかな、あ、お、あ、それはどこが悪い、これは腰が悪いやつですね、ああ、寝方が多分悪いと思う、寝方が悪い、うん、おお、あ、なんか右がおかしいね、右の方が、右のこっちが硬いですね、あ、これこれ、おー、うん、でも柔らいできた。おでしょ。うん。でしょ？うん、柔らかくなった。おう、おう、う、
そこも硬い。